外務大臣を拝命しました前原でございます。菅総理からはいくつかの指示書が出されておりますけれども、読み上げておりますと5分経ってしまいますので、簡単にお話をさせていただきたいと思います。私は外交というのは究極的にはどうやって国益を追求するか、高めていくかということが外交の目的だと思っております。その意味では今日本が一番求めていくべきなのは、周辺諸国との連携安定の中での経済活動をいかに活性化させていくかといったところが一番大きな目的になりうるんではないかと思います。そういう意味では経済外交というものを中核に据えて、日本の外交を進めていきたいと考えております。具体的には FTA、EPA、これをできる限り推進をしていきたいというふうに思っておりますし、資源外交あるいは食料安全保障、こういったものもしっかりと追求をしていくということが大事なことではないかと思います。また前職国土交通大臣を務めさせていただき、日本の持っている技術をいかに海外に輸出をしていくのか、インフラの輸出であり、あるいは高速鉄道などの輸出であり、あるいは観光人口の相互交流の増大であり、そういったものが日本の国益につながっていく、日本の発展につながっていくと、このような思いを持っておりますので、そういった観点から経済外交を中心に外交を進めていきたいと思っております。ただその前提となるのはやはり日米安保、日本の安全というものの基盤がしっかりしていないと経済外交を進めていくということにはなりませんし、また安全保障面での盤石さというものが日本の発言力にもつながっていく、あるいは他国への信頼感もつながっていくということで、日米同盟関係の深化というものをしっかりと進めてまいりたいと、このように考えております。私からは以上でございます。ご質問どうぞ。はい、じゃあ内田さん、はい、どうぞ真ん中で。私、内田です。ゼミの岡田大臣はですね、週末や祝日にその一泊程度で、とんぼ返りするような精力的な弾丸外交のようなものを展開してたんですけれども、同じ閣内にいて、前任者の岡田さんの仕事ぶりをどういうふうに見てらっしゃったかということと、あと前原さんが伺った外務大臣の姿というのはどういうものか。はい、よく海外に取られましてね、岡田さんは、よく体が持つなということで、大変敬意を表しておりました。外務大臣の役割というのはやはり外国の首脳、特にカウンターパートナーである各国の外務大臣と人間関係を作ることが大事だと思いますので、できる限り精力的に前任の岡田大臣を見習って努力をしていきたいと、このように考えております。求める外交像ということになると、これは私の恩師である高坂正隆先生が、自民党政権ではありましたけれども、総合安全保障という考え方を打ち立てておられました。日本を取り巻く地域の安全保障、それから資源外交、食料自給率をアップするための食料安保、あるいは他から食料を得ていくための食料安全保障、またさまざまな形での交流、これから環境というものも外交の一つの大きなツールになってくるかもしれません。あらゆる意味での総合安全保障というものを突き詰めていって、それが今日お話をしたように日本の国益の増進に資する、これが外交の要諦ではないかと私は考えております。他いかがですか。はい、どうぞ。北海道新聞の島です。北方領土問題について伺います。沖縄本島領土で去年10月に労働から北方領土を釈放されたと思うんですが、その時北方領土は日本の領土でロシア側の方針と言い続ければならないと指摘されておりました。
おそらくとも11月の演説には日露外相会談があると思いますけれども、外相として領土変化に取り組むにあたり、ラブロス外相がロシア首脳に対して北方領土をロシアが不法占拠していく前提で訴えて、毅然とした態度で事態の打開を目指していくと考えてよろしいでしょうか。北方領土は日本の固有の領土でございまして、我々がしっかり返還を目指していくという基本的な考え方に何ら変わりはございません。じゃあ、はい。先ほどですね、大臣は日米安保の基盤がしっかりしてないことというふうに重要性をおっしゃられたわけですけど、はい、ごめんなさい。日米安保が何ですか。日米安保の基盤をしっかりさせたいということをおっしゃられたと思います。はい、まあ、今もしていると思いますよ。より強固なものにしていくと。普天間の基地の技術問題についてですね、まあ、これは大臣だけの関連ではありませんけれども、この問題にどう対応していかれるかということで、この間ですね、12日は名護の市議選で反対派が圧勝したようなことがありました。このしたことを民意と受け止められるというような考えが、何の終わりかどうか、このことをアメリカとの交渉に、また何か見直しを求めていくようなことがあるのかどうか、お伝えください。はい、いかなるレベルの選挙であっても、民主主義国家においては民意というのは極めて大事でございますので、出された結果は民意と受け止めて、重く受け止める必要があると考えております。まあ、他方で安全保障、また日本の安全に関わる、根幹に関わる問題でございますので、日米合意に基づいて、しっかりと沖縄の皆さん方とも、ご相談をさせていただきながら、日米合意を履行するように努力をしてまいりたい、関係の大臣と手を携えて、努力をしてまいりたいと考えております。はい、よろしゅうございましょうか。あ、じゃあ最後、はい。あるいはシーレン防衛の必要性に触れられて、物議を醸したことがありましたけれども、現在もその2つの考え方については変わりないんでしょうか。はい、まあ、中国という国は13億以上の人口がありますし、年率 10% 程度の経済成長を遂げている国でございます。まあ、日本の今後の人口減少、少子高齢化、そして莫大な財政赤字というものを考えたときに、中国のみならず、成長する国々との経済関係をしっかりと強めていくことによって、日本の発展をしっかりと担保していくということは、大変重要なテーマであると思っておりますし、そういう意味では、戦略的互恵関係をさらに進めていくということが、日中関係においては大事なことだというふうに思っております。他方で、年率 10% を超える軍事費の増強というものを20年にわたって行っている中国の軍事費の動向については、私は懸念を感じております。そういう意味では、中国側にしっかりとした説明責任を果たしてもらい、このアジアにおける大きな人口、そしてまた経済発展という可能性を持っている中国が、ステークホルダーとして、ウィンウィンの関係を築けるように、我々も対話を深め、戦略的互恵関係というものをしっかりと仕立てていきたいと、このように考えております。はい、それではこれで前原大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。